昔を感じるな、ちょっと。こんにちは。あ、そうです。私の配信は乃木曜日ではありません。乃木曜日と勘違いされている方がいらっしゃるんですけれども、乃木曜日はちゃんと今日の担当の人がやります。別にこれは乃木曜日ではないです。すいません。 何時まで？ 1 時間ぐらいかな。まあ、飽きたらやめます。 タイムリミットは1時間で、私が飽きたら、まあ、やめます。はい。 そう、今日はちょっと廉価ちゃんですね。はい。パッツンすごい。いや、増えちゃったんだよね、今日。切ったんだけど。すごい、なんか増えちゃって、量が。え、でもちゃんとね、分けられるんで。はい。心配しないでください。こうしたらいつも通りだから。はい。はい。ちょっと、なんか気分では、分けないと、こうなるよっていうことです。ちょっと直しますわ。ここにあるんで。ちょっと崩れちゃったんで、直します。そう、こんな感じ。まあ、今日は仕事してきたんで、ついんでーす。似合ってる？ありがとう。最近姫カットめっちゃしたいんだよね。どう？ 遊びに来たよ。こんにちは。ありがとう。ありがとにー。そうそう。あ、じゃあ、紹介します。リリマニでーす。はい、私の伊藤リリアの5時配信です。まあ、おそらく年内最後ですね。もう12月、もう中旬ですから。年内最後のリリマニです。リリマニは、リリアと、マニアックのマニで、まあ、マニアックなことまで話そう。自由に喋ろうっていう。本当にね、ラフに。何もかしこまってないです、もう。寝てもいいんだから、だって。もう別にただ私がやってるだけだから。そう。今日は時間があったので、そう、今週、どうにかやりたいなって思ってて、こういろいろ自分の中でこう、スケジュールパズルしてたんですけど、うわー、なんか、ない。ないよーって思ってたんだけど、そう、なんか今いろいろね、そう、考えてたんだけど、今日ちょっとね、早めにお仕事が終わったので、いけるやんと思って、今日ね、急遽やらせてもらいました。そうそうそう、前回いつだっけ？いつ？もう覚えてないよ、私は。覚えて、みんなのが覚えてるんだもん。いつだっけね？何の話したっけな？忘れちゃった。そう、ありがとう。ありがとね。初めて来ました。あ、初めて。ありがとね。あ、インスタで？ CR のエペ？エペの CR カップ、エペの CR カップの話、あ、した、した気がするよ。確か。それ、その時だね。多分ね。そう。今年の1月？それは嘘や。本当に？いやいやいや。もっともっと。え？ 1 月？いや。いや、そんなことはないよ。7月、え？ 7 月ぐらいだっけ？なんか今日見たんだよね。なんか見たんだよな。予定。いや、忘れちゃった。まあ、いっか。いいです。はーい。そんな前やったっけ？そうだよね。そんな前やったっけって感じよ。先週やったよね。先週やってないよ。乃木曜日はね、乃木曜日はいろいろやらせていただいてるんだけど、リリマニはやってないです。もうリリマニは私が個人配信。そう、個人配信できるの知らなかったって。そう、できるんです、実は。私は結構ね、結構って言ってもあんまりできてないんですけど。そう、いつもね、やりたいなと思うときになかなかなんかタイミング合わなくて。あ、そう、本当は、誕生日の前日にやろうと思ってたんだけど、ちょっと合わなかったんですよね、残念ながら。そうなの、そうなの。一元フェス見てないわ。見えてない。あ、でもあのね、写真見た。ことこさんの写真見た。
カコさんと写真撮ってるミックさんと写真撮ってるみたいなの見ました。すごいよね、トラペジウム出るってなんですごいよね。そう、トラペジウム楽しみ、映画早く見たいね。めっちゃ楽しみだし、しかもアニメだしね。アニプレさんです、ありがとうございます可愛かったね、可愛かったわ。赤いさ衣装着てて可愛い。遊びに来た、映像、そう映像綺麗だったし声もすごく素敵だったわ、トラペジウム。うんうん、ね、主演で出てほしい。主演はもう決まっとるんよもう出てるんですよ。何、デュラララとバナナフィッシュ1話から見始めた。天才じゃないですか、天才だけど長い戦いになりそうだねそれはね。まあいろんな今日は話をね、本当にゆるく、もうなんかこんな感じで、あ、もうね、こんすると私見えなくなっちゃうんだよねゆるくからちょっとあんま見えなくなっちゃうんだけど、適当に話します。遠くなっちゃうの、寄りかかるとすごいさ、すごい遠いんだよ、こうなっちゃうから、ちょっとコメント見えなくなっちゃうんで、この距離感でやらせていただきます。なになに、こんにちは、あ、こんにちは、こんにちは勢がまだいらっしゃる、ありがとうございます。こんにちはだね。さあ最近まあハマってることといえば、あ、じゃあクイズで、最近ハマって、私がハマっていることといえば何でしょう。まあね、トークを撮っていたりインスタを見ている人は、まあポケカは最近じゃないよね。あー、もう答えが、答えが出ていますね、答えが出ていますね、プー出てますね。あ、いっぱい知ってるのは、よく知ってるのみんな、意外と出ないかなって思ったんだけど、出るね。インスタ見てる、ありがとう、インスタ見てる、ありがとう。もう最近そのことばかりを考えてます。もうファイナルまで16日なんですけど、毎日頭がそのことでいっぱいでなんか緊張してるのすっごい、出てないのに、私が出てないんだよ出てないのにさ、すごい毎日ドキドキしてて、そう、出てないです、出てない、出てるよねってのに出てないですね。うん、毎日ドキドキで大丈夫かなって思いながら、でも私にできることはさ、コツコツ毎日さやることしかできないからさ、出ちゃいなよそんなノリじゃないんだ、そんなノリじゃないんだよ星が落ちた、あー、そうか、いやー、実は出てた、出てないです、出てないんだけどね。そう、番組があるんですけど、あ、番組っていうか配信されてるんですけど、そう、それがずっと、どれぐらいからだったかな、もう1ヶ月2ヶ月ぐらいですかやってるんですけど、ついに最終回なんです、16日が。そう、本当に、まあ推しがいるんですよ、私は。あ、実はですね、私はガチガチのあのコックプなんですガチガチの国民プロデューサーなんですよ。はい、投票しましたかとかの次元ではなくてですねはい、もう最初から、はい、私はもう一番最初にレベル分けテストがあって、もうレベル分けテストにで一目惚れして、それからもう推しはずっと変わってなくて、一人もうその子をずっと好きなんですけど、いや、ほんと頼むって毎日思ってるそう、ほん、もう毎日よぎってる、こう名前を言ってお願いっ
ってみんなに言いたいくらい、もうここまで来てるの、ここまで推しの名前が出てるんだけど、さすがにまあ言えないので、暗黙のルールがありますから、こういうお仕事してるさせていただいてるからには言ってはいけないので、そうやっぱ人の人生がさかかってるからさ、もう言っちゃえよとかのノリじゃないんだからね、本当にもうここ出ちゃいそう、本当に毎日おお出ちゃいそうなんだけど、ダメだねって思いながら最後まで我慢します。推しの名前を言うのは終わったら言います。ちゃんと人生で初めてスローガンを作ったんですよガチすぎスローガンを自作しました。めっちゃ可愛くできたから見てほしいんだけど、ちょっと見せられないんですけど、めっちゃ可愛くできたの。ちょっとねそれも見せたいですね。そうちょっとまだ印刷してないから物はないんだけど、そう携帯で作れるんですよ。そう作ってね、めっちゃ可愛くできて、おー可愛くできたなと思って、それをね持って最終回は応援したいと思います。スローガンはなんかねこういうくらいの紙で推しの名前をこう入れてるやつ、そうなんかまあうちわとなんかそんな変わんないよ、それのなんか簡易バージョンみたいなやつがあるんだけど、そうそうそうなの、最後まで言えない、ガチすぎるガチなんだよ、そんぐらいガチなのそう T シャツ作ってもらおうかな名前入れた T シャツ作ってもらおうかな、普通にオタだった、オタです、本当に本当に。いやここにね見せられないんですけど、見せられないんですけど、はい、こう携帯の裏にトレカを入れてるんですよ私は。それをこう毎日こう拝みながら、はあ頼むってちゃんとスリーブに、ちゃんと可愛いスリーブに入れてトレカを携帯の裏に挟んでるんです。で携帯がこう見えたら、えその裏にいる子誰だろう可愛いみたいな、もうすぐ布教できるっていう状態にしてるもうねお仕事に行って、えこの可愛い子誰って聞かれたら、あこの子ですってすぐ言えるぐらいには準備満タンですそう、うん、俺らと変わらんよマジで、全然変わんない本当に。あー怖いよ、布教したらダメでしょ。あでも布教、だから身近な人にはあれですよ、俺身近な人はさ自分の写真は入れないな、ちょっとなそこまで自己肯定感がまだいってないですね、まだいけてないですね。そうそうそう、ああそう生写真持ち歩いてんのと一緒一緒、全然一緒よ本当に。あそうなんだ見てるって、知らなかった、話そう今度、入れとく、私の写真入れとく、ありがとう確かにねトレカ出したいね、なんか生写真もいいけどさトレカ出してないから、あんまりトレカ出したいね、セルカのトレカとか。そう生写真ちょっと大きいじゃんね、そうだからあんま持ち歩きって難しいけど、トレカだったらねそう携帯とかに挟めるからさめっちゃ良くない。あートレカってあれね、カードゲームの、そうカードゲームはカードゲームじゃんだって確かに、でもビューディバイドのカード多分サイズ感いい感じだと思うから、ぜひ入れてみてください、携帯の裏に。それですぐ、あ惜しいこれですって言えるからちょっと私の技をぜひみんなもやってみてそうガルプラは見てなかったんだよね私、あれだよ X 以来ですね、
もともと向こうでやってたやつは全部見てるんですけど、久々なんだよね、こんな感じなのが。そうそうそう、めっちゃ好きだったもん。だってなんだっけ、48やってた時めっちゃリアタイしてました。私は16は見てない。ちょっとその時はまだハマってなかった。私は好きになっちゃうだろうっていう曲があるんだけど、そう、ただ秋元さんかな、もうめっちゃ大好きで、好きになっちゃうだろうめっちゃ好きで、あれってもう6年ぐらい前の曲なんだけど、いやそんな前じゃないか、まだ4年5年ぐらいか。いまだに聴いてるよ、いまだに聴いてる。 あすごい、あーすごい、すごい、クッションの毛がめっちゃついちゃった。ペンミーク超いいじゃん、天才だね、最高。そう、めっちゃ聞いてた。猫抱いて、あ、猫じゃないです。 猫だよね、毛めっちゃ猫みたいだよね、猫じゃないです。 そう、実は好きで猫や歌う。 懐かしい。そう、キックミーもう一番最初じゃん、一番最初の私実は知ってるよ、 IOI さんのね。友達がすごい好きで、そう、グダンさんのライブも行ったことあるんです。実は可愛かった、初見です、初見ありがとうございます。そう、誰推し、私はひとみさん推しでした。多分モバメ撮ってる人は知ってるんだよ。モバメ撮ってる人は2018年ぐらいかな、時めっちゃ送ってて、初めてのデビューのアルバムが出た時に、アルバムと写真撮って、ついに買ったみたいなメール送った。 覚えてないですよ、私は覚えてるからな。 私は覚えてるからね。そう、なんかたまたま写真のフォルダ見たらその写真がさ出てきてさ、そうそう、ファンになる前、ああファンになってくれてありがとう、ありがとうね、子さんじゃん。いや本当だよね、確かにね。過去メール見てみる、探せる、めっちゃ前だよ、5年前だよ。 5年も前で、昨日のことのようです。だってわあ、もう親戚みたいだね、なんかそんな一緒にいたらね。 そうそうそう、新参者でもいいです、いいですかって、いいですよ、もちろんもちろん。5年前あるよ、マジで。 すごいね、すごい、ほんとそうだよ、入ったばっかだ、星の王女様やってたぐらいです、ほんとに。そう、私ね最終評価の曲めっちゃ好きなんだよね、その好きになっちゃうだろうもそうだし、シーズン2の「スーパーホット」って曲があるんだけど、すごい大好きで、その曲ってまあもう7年ぐらい前の曲なんだけど、いまだに聴いてて、でこの間さ旅行行ったって言ったじゃん、ヤマとレノちゃんと韓国に旅行に行ったんだけど、その時に、まあ、普通にお店入ったの、服屋さん、服屋さんに入ったら「スーパーオート」流れてきて、もう超感動しちゃってさ、もう涙出るかと思って。 だって別に CD が出てるわけじゃなくて、ただのオーディションの曲なんだけど、7年ぐらい前の曲なのにお店に流れてるんだと思って。でもさ2人は知らないからさ、別にさ2人はさ知らないから、これやばいよねと言えるわけでもなく、ただ1人で、はあ、やばー、マジかーって思いながら。
静かにしてました。心の中では大騒ぎしてました。そう、運命です、運命、運命です。内心激アツだったよ。アツアツでした、本当に。楽しみ、ちょっぴちょっぴの想像以上もすごく楽しみです。上がるよね、上がるよね、本当についていけてないでしょ。私さ、なんかさ、こうなんかジャンルがこう多様すぎてさ、そう、いつまで、16日です、ファイナル16日、もうドキドキです。ドキ、誰、ワンピック誰、内緒です、終わるまで内緒です。初見です、ありがとう、泣いてる。そう、なんかさ、多様っていうか振り幅がさ、すっごい大きくない？なんかさ、え、そこの界隈なのにそっちも好きなんだみたいな、結構ジャンルだなって私は思ってる。確かに、そうそうそう、土曜日に決まるの。ゆめきさん怒るよ、やめて、やめて。そう、二次元と三次元どっちも行ってるからさ。刀剣は？刀剣なんてもうやってないな。刀剣はまあ歌集かな。歌集清光好きでしたね。アニメ見てた。花丸と活劇見てた。ほらもう、うをさ、うをいろんなジャンルをうをさをするからわかんないでしょ。だからもうなんか一人ずつともう喋ってる感じだね、本当に。推しいっぱいいるんだよ。そう、二次元にも推しがいて、三次元にも推しがいっぱいいるんだよ。そうなの。いやでも楽しみ、本当に。推しがデビューした暁にはトレカコンプ。フリーレン見たよ、フリーレン全部見た、フリーレン見た、面白かったよ。話したい、自分の話したいってしようよ。呪術ももちろん、もちろん呪術見たように決まってるじゃん。推しが多いって大変そう。推しが多いって、推しの多さイコール幸せの数だから。そう、薬屋も全部見た。薬屋結構好き。なんか最初なんか分かんなかったの、正直。なんだろう、なんか結構私はさ、バトル系とかさ、こう忙しいアニメが好きだからさ、割とまあゆったりしてるじゃないですか、薬屋って。薬屋の独り言ね。そう、だから最初はちょっと、なんだろうって思ってたんだけど、もうどんどん見れば見るほどハマりますね。人種様、人種様。かわいい。寝る暇ないです、寝る暇ないよ。アニメ見すぎ、いや私正直そんな見てないと思う最近は。あ、アンデッドアンラックももちろん見てます。ちょっとまだ途中までしか見えてない。マオマオね、そう、マオマオ。テンスラ見えてないな。テンスラは私もう最初から見ないといけないからさ。あ、シャングラ、シャングリラフロンティア、もうすごい、もうクッションの毛がすごい飛んじゃって。シャングリラフロンティアめっちゃいいね、すごい好きです、面白い。あのさ、シャンフラのさ、あのさ、え、ボーバルバニー、ボーバルバニーがもう可愛すぎて、可愛すぎてめっちゃ癒されてる。面白い、シャングラって面白いよ。歌舞伎町シャーロックおすすめ、見てるに決まってるじゃないですか。そのセンス天才、ハイタッチしよう。大好き歌舞伎町シャーロック、いいよね。あの博多豚骨ラーメンズっていうアニメがある、あのラーメンじゃなくてアニメなんですよ、アニメの名前なんですよ。
そうアニメがあるんですけど、めっちゃ面白い、ぜひ見てください。あの麺は別に出てこないです。テンスラ面白い、そしてテンスラ見るわ、ありがとう。デッドマウントディスプレイも途中まで見れてます。ちょっとまだね、ブルーロックを見てるに決まってる、ゾーン100を見てるに決まってるじゃないですか。何を言ってんだ。パラライの話してる人いたね。えパラライね、パラライはあの、いやーパラライか、誰がって言われたらね、で魔漢やつらのあのさ、いや名前出てこないな、あのけだるげお兄さんみたいなキャラ誰だっけ、なんか猫ちゃん抱いてるみたいな、なんかフードかぶってるみたいな、なんだったかな、ちょっと思い出せないですね。パラライ曲聴いてたよ。ミギとダリは大好き、面白い。マッシュルも面白い。ゴトヨメも好き。え、私がミクちゃん推しなの知らない？私ミクちゃん推しなんですよ。この間やってたじゃん、ゴキちゃんたちが。ミクが、あの一ノ瀬ちゃんじゃないよ、あの中野ミクちゃんね、中野ミクちゃんをナギタンがやってて、本当に最高、上がったわ。カモノハシロン見てるよ、私漫画も見てたんだから見てます。そうそうね、そう一ノ瀬ちゃんじゃなくて中野ミクちゃんをナギタンがやってて、今度会ったらね言います、よかったって。進撃、そうじゃん、すごい挟まってるクッションの毛が。進撃見ました、ついに最後まで見てしまったよ。でもなんか最後まで見て改めて最初から見たくなった。お正月最初から一気に見よっかな、全部ありあり。泣いたね、泣いたし、私は小学生の頃から好きなんだけど、進撃が。小学生の時は漫画読んでて、でまあ中学高校になってからアニメ見始めたんだけど、ずっと私は変わらずアルミンがもうずっと好きなの、ずっと変わらず。だから、まあ、正直言うとアルミンが死ななくてよかったなって思ったのはちょっとあるね、個人的なことを言うと。いやでも本当になんかよかったな。いやめっちゃ泣いた私、最後のあのファイナルのシーズンさ何話かあったじゃん、もう全部1話ずつ号泣しちゃって。そうでも私ハンジさんのとこが一番泣いたかもしれない。ちょっとあんまり言うとねネタバレになっちゃうからあれだけど、ハンジさんのとこが私は結構一番泣いちゃったな。それこそ小学生の時にその友達が漫画貸してくれてたんだけど、その友達がハンジさんめちゃくちゃ大好きだったの。そうだからなんかすごい思い入れがあってさ、ハンジさんにさ、泣いたわすごい。まだ見てない方はよかったら見てください。アニメって倍速で見てますか？いいえ、真剣に見てるので、真剣に向き合っておりますので。でも普通に見てます。でも確かに倍速で見るのいいなとは思ってる。うん、やっぱその分さいっぱい見れるんだったら倍速で見るのもいいかなって思う。100巻すごかったよね。見た、もちろんね、アフレコの現場とかねすごかったわ。本当にアニメってやっぱ大変なんですよ。そう、あサイコパスおすすめ、そうおしたよね、覚えてるよ、昨日一昨日か、昨日だっけ、したした、見てね。ねえ井上マリアさんすごすぎた、本当に。でも本当にあのお三方本当にすごいすぎる。確かにジョジョも見よう。私ジョジョはね意外と行ってないんだよね。ジョジョ、うわシャーマンキングも気になってんだよな。あと最近スケットダンスの
スケットダンス気になってんだよね。スケットダンス見たいの。スケットダンス好きな人いる？ちょっと私気になってるんだけどさ。ダンダダン、ダンダダン。あ、全然。あ、スケットダンス神だよ。お、本当？懐かしい。スケダン好き。スケダンめっちゃ好き。めちゃくちゃおもろいマジで。おお、いいね。ちょっと見るわスケットダンス。気になってんだよね。ダンダダン本当に嬉しい。ダンダダンっていう漫画がアニメ化決定したんですけど、私はジャンプラで見るんだけど、ずっと読んでて、なんか私最近ね漫画あんま読めてないんだけど、ダンダダンだけは唯一ずっと見てて、本当面白い、マジで面白いの。もう超楽しみ、本当にアニメ今からドキドキです。バズるんじゃないですかダンダダンは。サマータイムレンドもちろん見たよ、もちろん見たよ、めっちゃ面白いよね。私好みでした、サマータイムレンド。そう、わあ、もうアニメの名前ばっかりや、コメントが。ブンストは太宰さんです。太宰さん推しです。ワートリワートリごめん、ワートリごめん、もう進んでない、もうでも見ないと。怪獣8号楽しみですね。いや楽しみ、怪獣8号も、怪獣8号も漫画ちょこっと読んでて、友達がおすすめしてくれたんだよね。そういえば永遠の消防隊見たことある？ありますよ。なんて言ったって私は永遠の消防隊がとても大好きで、永遠の消防隊の特別番組にお呼ばれしました。実はそう、何年前だっけあれって。3年、もう2年前ぐらい、3年も経ってないっけ。そう、収録に行きましたよ。楽しかっただよね。そうなの、あったね、そんなこともね。2年前ぐらいだね。うん、楽しかっためっちゃ。わ、ソウルイーター、あ、そう、何の話、ベルセルク、ヒプマイは好きだよ。私はサブローがずっと好きなんです。サブローと、うん、サブローが好き。さっきから少年ばっか、少年漫画ばっかやな。少女漫画マジで読まないんだよね。昔の少女漫画は知ってるよ。私は仲良しを毎月楽しみにしてた小学生だったので昔は知ってるけど、最近の少女漫画はちょっとあんまりわかんないな。少女漫画は、君の音色っていう、福島遥先生かな、君の音色っていう漫画があるんだけど、すっごい大好きでした。まあ多分それのあらすじを見たら、あー、こいつは絶対これが好きだろうなってみんながわかると思う、わかると思う。ちょっとあんま見ないでほしいな。そう、どんな話かちょっと気になる人は君の音色見てみてください。守護キャラ、守護キャラ、私の初恋は守護キャラのあのかっこいい男の子だよ。ちょっと名前全然思い出せないけど、なんか黒猫になるさ男の子いたじゃん。ちょっと名前思い出せないんだけど、どれ、イクト、イクトじゃない、イクトだ、あー、イクトめっちゃかっこよかった、懐かしい。ダンボール戦記、おー、天才がいるね。結構言ってるんだけど、私は当時いないれやった後にダンボール戦記やってたの、アニメ。うん、私はどっちも見てましたよ。でも
教室でいないれの話は出てくるのに、ダンボール戦記の話は一向も出てこなくて、すごい悲しかった記憶があります。見てました、ダンボール戦記好きだったな。ちょっとでも内容マジで覚えてないけど、階段レストラン懐かしい、懐かしいな。うわ、カラクリサーカス、私カラクリサーカス見てないかな。なんかいつもなんかお気に入り登録みたいな、なんかアニメ見るときなんか探すんだけど、知って多分まだ見てないな。カラクリサーカス見てない、見てないわ。いないれは正直私は全然アニメを覚えてない。いないれもね見たいんだよね、めっちゃ。マジで遠藤守るぐらいの知識しかないからさ、いないれめっちゃ見たいな。白熊カフェ懐かしい。呪術はあの犬巻先輩です、もちろん。最近出てこないんで寂しいですね。黒魔女さんが通る懐かしい。黒魔女さんが通るの庄司くんすごい好きだった。シャケ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 、マキさん、マキさんいいよね。あー、なんか小学生に戻った気分だな。お邪魔女ドレミの世代じゃないんだよね私は。プリキュアなんですよね。プリキュア5、プリキュア555が全盛期でしたね。銀魂1から見てる。おお、長いよ長いよ。リボーンもちょっと見てたんだよねアニメ。アイカツね、プリリズもやってたしな。わ、大人プリキュアね見えてないんだよね、すっごい気になってるんだけど。うわー見たい、見よう。そうそう、沖田さんね、銀魂ね、私も沖田さんかな。チェーンソーマンももちろん、もちろんです。漫画もあります。軽音は麦ちゃんが好きでした。ケロロ軍曹めっちゃ好きだった。ケロロ軍曹は誰好きだったかな、安定にタママかな好きだったの。マキマさん好きそう。あー、チェンソーマン、チェンソーマン正直難しいな。でもデンジが好きかも。なんかなんだかんだチェンソーマンはデンジが好きなんだよね。すごい可愛いよね。解決ゾロリ、解決ゾロリに推しとかいるの？あー、小紅ちゃんいいね。チーカーはモモンガちゃんです。モモンガ大好き。モモンガグッズめっちゃあるよ。最近モモンガだらけになってきた。のししだろ、いししだろ。そこで割れんのやばいな。のししといししで割れんの面白いな。そっか、やっぱそこの派閥があるんだ。のしし派、いしし派か。アンパンマン、え、アンパンマンの推しキャラだな。え、アンパンマンか。でも本当につまんないけど、すっごいつまんないけど、コキンちゃんですね。ちょっとあんまつまんないけどね。なんか、あ、女の子好きだよねみたいな感じだけどさ。そう、チーズやろ。大好き、天丼マンソロ知ってる？天丼マンが一人で踊り狂ってる動画知ってる？天丼マンが一人で踊り狂ってる動画があるんだけど大好きで、あのちぐちゃんが前さやってたな、
西園ちぐさちゃん知ってる。え、ちょっと私の好きな動画紹介していい？私の好きな動画紹介するね。ちょっと見せないけど、ちょっと調べてみて。私の好きな、すごい好きな、何回も見てる動画があって、なんかね、全然アニメとか関係ないんだけど、本当に関係ないよ、本当にアニメとか関係ないんだけど、どこにあったっけ、出てこないな。なんかね、すごい、あ、なんかヤギ出てきたわ WW っていう動画があるんだけど、めっちゃ大好きなの。あの、でも別に何があるってわけじゃないの。ただ小ヤギが、なんか男の人が動画を撮ってて、小ヤギがなんか柵から出てきちゃうの。そう、柵から出てきて、なんかすごいタックルとかしてくるんだけど、なんかね、すごい癒される、すごい好きなの。知ってる？知ってる人いる？なんかヤギ出てきたわって動画がめっちゃ好き。なんかその人の撮ってる人のなんか声もなんか好きだし、で途中なんかね、おばあちゃんが通りかかって、え、ヤギ出てきちゃってるけど大丈夫？みたいな、なんかね、ヤギとその青年の会話みたいなのも入ってて、今見てるけど可愛い、可愛いでしょ。タックルしてくるんだよ小ヤギが、超好きなんだよ。よかったら見てみてください。そうそうそう、四つ目見たことある。見たことあるんだ。そう、3分ぐらいのやつ、短いやつ。そうそう、可愛いよね、食べられへんって。そうそうそう、途中でなんかさ、俺やでって言うんだけど、いやいや誰だよ。めっちゃいいんだよな、おすすめヤギばっか。そう、あと最近はなんだっけ、なんだっけな、最近ね、プードルだっけ、なんかプードルを飼ってる方のチャンネルがあって、ちょっと忘れちゃったんだけど、すごい可愛くてさ、癒されてるわ。うん、なんかヤギ出てきたわ好きだね。そうそうそう、何、プードル、ほのぼのしてね、ほのぼのしてるでしょ。どうやってたのね。でも私も正直さ、そのさ、なんかヤギ出てきたわの動画をさ、なんで出てきたのか分かんないんだよね。分かんない、動物見てたからかな、カワウソとかさ、犬とかたまに見るんだけど、だから多分たまたま出てきたんだろうね。そうな、ヤギが出たり入ったりするだけなんだけどさ。そう、シュールなね、動物系。トリッピーさん見てるに決まってるじゃないですか。動物いいよね。そう、なんかポッて突然出てきた動画がめっちゃ面白いみたいなの結構ある。柴犬いいね。猫見てるけど、やっぱ猫は猫が出てくるんじゃないのかな。トリッピー見てるの？見てます、もちろん、先生なんで私の。猫とひよこが戯れてるの、いいね。あとなんかたまにさ、そう、大きい犬がさ、なんか子猫の世話してるみたいな動画とかあるじゃん、すごい好きだわそういうの。そんなことをしてると、もうあっという間に朝を迎えるんですよね。そう、ヤギってあの隙間通れんだよね、すごいよね。うん、一生ヤギの話してる。いいね。香水は、でも正直私香水オタクでもあるんですよ。だからいっぱいあるの、家にめっちゃある。私タンスあるんだけど、タンス1個は香水の部屋にしてて、そんぐらいありますね。そう、だからね、いろいろ使う気分によって。
トルコアイスの動画見たい。トルコアイスの動画いいじゃん。見たいわ。エヴァ大好きだよ。うちにアスカが飾られているよ。虹の見たよ、もちろん。なんか虹三時ね、なんか私の中で一つの物語が終わっていく感じしてる最近は。なんかやっぱさ、組織って変化していくんだよね。寂しいね。寂しいしさ、私の推しは確認したら3ヶ月配信がなかったです。2人いるんだけど、1人はね、1人は知ってるんだけど、1人はね3ヶ月なかったな。まあ気長にね、ゆるく待ってます。楽しみ。そう、でももうね、いいんだ、存在してくれてるだけでいいんだよ。なんかフラッと来てくれたらねえ、大丈夫かな。ゲランいい。お、知ってるよ。うちにもゲラン結構ありますよ。いいよね、爽やかで。そう、あ、ね、そうそうそう、銭湯っていうの、お風呂屋さん、なんていうの、銭湯とコラボしてたね。見た見た。ちょっと手に入れられてないな、そういえば。あ、でもね、アルスさんのグッズはね、届くってメール来てたわ、そういえば。こないだ、楽しみ。 T シャツ着よう。お、早めのクリスマスプレゼント、ヴィトンの香水買った、おめでとう。素敵だね。へえ、めっちゃ素敵やな、超いいじゃん。ナイスです。延長する、延長、ごめんなさい。やっぱ乃木曜日がね、この後もちょっとあるんで、私は帰ります。最近ゲームね、最近ね、久々に桃鉄やったのよ。なんか桃鉄ワールド出たじゃん。まあワールドじゃないんだけどさ、うちにあるのは普通の桃鉄やったんだけど、まあ CPU とね、一人で夜中やってたの。でもあれって本当にあっという間に時間過ぎちゃって、結構もう最終局面になったらキングボンビがついたの私に。もうほんと最悪じゃん。そしたらなんか一気に資産とかちゃんとあったんだよ。資産とかちゃんとあってさ、物件とかもさ、いっぱい買っといてさ、ちゃんとさ CPU に勝てそうだったのに、もうキングボンビがもう一回ついたら、もう借金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 ってなって、ボロボロになったので、データ消しました。 もうなんかつまんねえと思ってデータ消したわ。もう何なんだよあれ、ずるいよ。もう巻き返せないよ、キングボンビが来たら無理。そう、別にさ、友達でやっててさ、それで負けるんだったら楽しいけどさ、 CPU だったらもうさ、リセットリセット、もうやめました。なかったことにしたわ。もうね、結構な時間やってたのにな。コントローラーは投げてないです。うちにあるのはライトなので、スイッチ。そろそろほんと買わないとダメだよね、買わないと。そういうゲームやと。マジレスすんなよ、マジレスすんな、分かってるよ。いや、いいな。やだよ、キングボンビーはちょっと大変だよ。あ、そうね、フォートナイトね。そう、今度有吉に出るんですけど、フォートナイト初めてやりました。でもほんと3人とも初めてで。でもね、でもです、見てください、でもです、初めてと言ってたけどみたいな、ね、ぜひぜひ見てください。英語話せませんか。英語は話せないです。英語は結構私の中でトップクラスに成績が悪かったです。ちょっと難しいよ。うん、ぜひ見てね。そう、うん。
ロールもやったことない。 PS5 持ってないよ。 PS5 欲しいな。欲しいんだよね。なんか壊れちゃってさ、うちにあるプレステが。そう、つかなくなっちゃったんだよね。そうなの。実はストローク持ってるんだけどできる機会がないっていう今状況なあ。だからもうさすがに買わなきゃ。8番出口、今大流行りしてる8番出口ね、大好き。あれ面白いよね。社長の見た8番出口、鏡さんの8番出口、私実はたまたまリアタイしててめっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったよ。格ゲーできんの？スマブラぐらいだな。見た？見たよ。面白かったね。ロレさんのやつもちょこっと見たな。廊下長くないですか？そう。え、廊下伸びてませんか？みたいな。なんかタイル数えて。めっちゃ面白かったわ。PS2！ わあ、うちにあった。うち、親が PS2 やってて、めっちゃやってたよ。ウイイレと、太鼓の達人と、あと、三国無双と、あと何やってたかな？そんぐらい。やってた。めっちゃやってた。三国無双好きだった。牧場物語いいね。キンハートってないんだよな。ねえ、ファイブ欲しい。全部やった？海賊無双もやってます。スイッチのやつなんだけど。スプラはパブロかザップです。ウイレでもやってたとかじゃないよ。だってほんと赤ちゃんがガチャガチャしてるようなもんだからさ。Wii U 持ってたよ、もちろん。わあ、うわ、塊魂。私塊魂やったことはないんだけど、それこそ社長の鏡さんの塊魂めっちゃ見るの好きで、めっちゃ見てる。暇な時結構見るアーカイブ。バイオ新しいの出んの？え、知らないかも。わ、ピクミンやりたいんだよね。結構今ピクミンやりたいの。スイカゲームやりました。スイカゲームやったんだけど、もういくらやってもダブルはできないし、一回もうスイカなんか作れたらちょっと満足しちゃって。でも一時期やってたよ。あれハマるよね。なんかハマるよね。牛クマステージのカル大好き。あと龍が如くすごい好きだな。配信新しい、そう、新しいマリオね、めっちゃ気になってんだよね。やりたいんだよな。やりたいのいっぱいあってさ。龍が如くはあれが好きなんだよね。あのさ、なんだっけ、忘れちゃった。セブンだったかな、忘れちゃったけど、あの横浜が舞台のやつ。うわ、ビーパーティー懐かしい。ビーパーティー懐かしい。あのスゴロクみたいなの友達と永遠やってたわ。うわ、夏。うわ、やりたい。なんか得意なゲームあったんだけど忘れちゃったな。キリュウカズマじゃないやつすごい好きなの。カッキーの好きな味。そうなん。めっちゃ小学生の時やってた、友達とウィーパーティー。あ、そうそう、春日一番のやつめっちゃ好きなの。龍が如くあれ面白いよね。あ、ロストジャッジメントもめっちゃ好き。全部見た。やってないけど配信で見てます。テトリスも好きだね。
やばい、もう時間ないじゃん。一生話せるんだけど。一生話せるよ。今日何の話したっけ。日プとアニメとゲームの話しましたね。ありがとうございました。付き合ってくださって付き合ってくださってありがとうございました。早いね。ほんとだね。日プアニメゲーム多種多様すぎるだろいやアニメとゲームはわかるけどさ喋り足りないよ。だっていやプデュの話もいくらでもできる。もっとコンセプトバトルの全部の曲、あーあれが良かったねあれが良かったねって話せるけど、もう3分しかないです。早いな。ニーマニっぽいでしょ。延長はないんですよ。次があるからさ。ないのよ。そうそう。今こんばんは。あ、今こんばんはしてもあと2分ぐらいだよそう、エンミーめっちゃ好きなんだよな。なんか離れない頭から、めっちゃ聞いちゃうな。まあインスタにも書いたか。それはまたやってね。やるよ。いや今年はちょっと難しいかもしれないけど、またもちろんやりますとも、やりますとも。もう本当は16日見ながらやりたい。みんなのもうドキ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 ね。いやーゲームの話とかアニメの話なんてさ、昔の話したらもう一生できるからね。うわ守護キャラ懐かしいな。アンダラの後、そうだね、アンダラがあるからその後かな。2月ぐらいになっちゃいますね。うーん楽しかった、ありがとうございます。うわもうやばいやばい、クッションのもう毛がすごいついちゃって、あもうやばいもう猫抱いてるみたいになっちゃった。すごい今日黒できちゃったのに。かわいいね前髪。そう前髪どうですか。どうする私が急に姫カットで来てたらどうですかそう してほしい、してほしい。本当に最高前髪好きです。めっちゃいいよ俺の姫かわいいかわいい。本当何でも好きです。でも好き、かわいい。じゃあまあ迷ってますまだアンダル姫ね。いやワンちゃんの可能性はありますけど。あもう45分になりました。あっという間だね、あっという間だ。また皆さんよかったらお話ししましょう。いつでもまあ待ってますし、まあね私の好きな話はメール送ってもさ、うわまたこいつこの話してんなって思わないなら送るけど、どうどう思わない、思わないならえまたその話してるけどって思わないなら思うわけない。あ音声確かにね、音声で早口オタク音声送るわじゃあということで45分過ぎちゃいましたんで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。バイバーイ、またねー。